放課後バトルフィールドは、後段シャラノベ文庫から2012年8月9日に、発刊されたゆずるイずるのライトノベル。ゆずるイずるの後段シャラノベ文庫からの観光第一作で、ある。イラストは、みわみわが担当している。本作はゆずるイずるの後段シャラノベ文庫からのリリース、第一作であり、執筆時において、著者のゆずるが、私生活でのめり込んでいるサバゲーを題材として撮った。 ものである。また舞台としている私立ローラン学園は、茨城県つくば市にあるという設定となっており、譲るの居住地周辺を舞台としていることとなる。プレイヤーのみ存在する異空間、放課後バトルフィールドにおいて、サバイバルゲームをプレイし、プレイで得られたポイントは、一般の店舗で通貨の代わりとして使用することができるというシステムとなっている。記述の簡略化のため、 本校の以下の項目においては適宜、放課後バトルフィールドを BF と省略する。ナンバリングがされているが、2014年11月現在まで、続巻きの発売予定は発表されていない。放課後バトルフィールド2012年8月9日、発売 ISBN978 から4から06から375,252から。 6小節第1巻観光前の反則作としての、講談社コミックプラスでの試し読み公開については、紹介を行ったニュースサイトがある。また発売日前の小説第1巻について、ダークホースとして動きに注目として言及しているニュースサイト記事も存在した。本作の小説第1巻は、講談社ラノベ文庫の2012年8月、観光作品であり、 同文庫の他の作品は通常の発売日である8月2日にリリースされたが本作は1週間遅れの8月9日リリースとなった。なお発売日の延期は7月25日に講談社、コミックプラス内講談社らのべ文庫公式サイトにて告知され発売延期の理由は編集作業工程の都合とされている。小説第1巻後書きにて ユズルは夏の日に引きこもっていたら、役も剣豪先生から誘われて、今では銃などの装備もかなり揃ってきているとの趣旨で、サバイバルゲームとの関わりについて述べている。ABCDE 小説第1巻、第2話における、クルルの解説では、サバゲーにおける役割分担は大きく4つに分かれ、アタッカー、ライフルマン、ガンナー、スナイパーとしている。 万年齢18歳に達していないクルルというイりは、使用できる銃の射程が短いため、チーム内では、個人的な資質に関わらず射程の短さが、ゲームプレイ中のハンデとなりにくいアタッカーに配置されている。カオラは、小説第1巻第3話において、クルルと共にプレイした際に、走る動きに無駄がなく、ウサギが跳ねるごとく移動しているとの趣旨でクルルを、表している。 聖マリアンヌ女学院は中高一貫教育を行っており、作中では明確に表現されていないが、高等部内史は高等学校の一年生となる。小説第一巻第三話において、話に聞いていた通り料理は抜群にうまいと、カオラ作成の弁当を評する描写がある。ありがとうございます。